はい、どうもみなさん、こんにちは <laughs>。えっとね、最近、え、ま、自分の、その生活の、あの、ライフハックみたいなことをちょっと話そうと思うんですけど、えっとね、僕、ま、自分の安息日っていうのを決めてて、で、それがその土曜日なんですよ。で、僕の場合、その、日曜日が、 その協力牧師ということもありますからあの日曜日は普通に仕事なんですね。まああの教会でメッセージしてることもあればあーなんか午後にねなんか介護があったりとかであれはもう仕事なので、えー、とそうすると土曜日も働いちゃうと 一週間に一度もオフの日がないっていうのは安息日を守ってないってことになるから、あー土曜日安息日にしてさせてもらって、まあそれもね、妻も理解してくれてて、その日は子供をおね、実家の方に連れてってくれたりとかして協力してくれてます。で、まあ僕はその安息日にあの何をするかというと、まあ基本的にはなんか、 午前中は本をひたすら読んで、午後は映画を見てみたいな日が多いかなって感じなんですよね。で、まあ、テレビを時々見るときもあります。なんか、キングオブコントを見たいとか、そういうのがあるときはね。<laughs> で、あんま外には行かないですね。外に行くと人とすれ違っちゃうんで、で、人とすれ違うと僕エネルギー消耗しちゃうんで、あの、無理ですね。だから、田舎に住んでたら僕、外に行ってるかなとは思うんですけど、だからそんな感じです。で、えっと、<laughs> あのね、なんか、安息日の過ごし方で、最近、僕、一つ発明したんですよね。で、それが、そのね、ルールを作ったんですよ、一つ。で、それは、あのむ、その前からもいろんなルールがあって、えー、いわゆる、こう、安息日を最高をたらしめるための、あの、いろんな、こう、ことを試してきたわけ。で、それは、あの、例えばね、えっ、ー、と、まあまあ、あの、 普通にこう仕事のメールは、あ返さないとか、えっ、ー、と、普通に仕事をしない当たり前ですけども、とかあるんだけど、あとはまあその本とかでも、なんかこう仕事のために読まなきゃいけない本は絶対読まないですね。なんか読みたいから読む小説であったりとか、新書とか、あこの本楽しみだったんだよなっていう本だけを読むようにしてます。だから読書の質も変わるんですよね、安息日には。で、あのー、ね、 最近新しいルールをそれらに加えたっていうのが、これ結構ね、本当にちっちゃいことなんだけど、めちゃくちゃ波及効果が高かったやつで、それが、その僕、そのブラウザね、インターネットのブラウザって Google Chrome を使ってるんですよ、もうこの10年以上。で、えっと、この Google Chrome をその土曜日の1日は開かないっていうルールを作っ んですよねそれがすごくよくてでねなんかそのやっぱね何だろうなそのクロームを開いてるだけでいろんなこうネットニュースとかも入ってくるしあと何かこうそこでネットショッピングが始まっちゃったりとかあとはなんかこう自分の YouTube のねそのこの。 トロールなんだっけ画面みたいのでそのコメントをついたコメントを見ちゃったりとか,だからその類のなんかこう何ていうのかなこうすごく、えー、と脳みそを一つ忙しくさせてたのが Chrome だったんだなこれほどとは思わなかったってぐらい開かないっていうことをしたことで あ、こんな風吹いてたんだ、みたいな。その、そのつまみをオフにしてみたら、みたいな。なんかそれをすごく感じて。で、パソコンのクローム開かないっていうことだけで、なんか予約したりとかショッピングとかをしたりできなくなるわけじゃないから、それがすごくいいんですよね。で、そういうのはすべきじゃないんですよ、安息日に。多分。<laughs> 多分ね。 で、で、安息にしてそもそもそういうことじゃないですか。そのユダヤ教のね、いろんな厳格なルールはもう、もう立法主義でダメだとかって言われるかもしれないけど、でもあのルールってそもそも人間の脳とか、そして家畜すらも休ませるっていうのは、いわゆるこう、労働と距離を置いて神様を考えるためだったわけなんで。で、それ、神様を考えるのに邪魔だから売り買いをしちゃいけない、労働しちゃいけない、家畜の世話、えー、家畜も休ませなきゃいけないとかいろいろあるわけじゃないですか。で、そう考えると苦労も開いてはいけないっていうのは多分21 1>, 1世紀のアンスクンのルールに加わるんじゃないかなと僕は思ってるぐらいあこれか結,結構ねあの本当にちっちゃいライフハックなんだけどこんなに変わるんだってぐらい変わったんですよ。 その脳の休まり方が変わったっていうんですかね。で、あのー、まあ、スマホを僕持ってないから、ちょっとあれだけど、スマホの人だったら、ま、スマホを一日、その、電源入れないっていうのも、ま、結構劇的なことかもしれない。だけど、それだとね、その緊急の連絡が受けられないとかいろいろあるから、結構僕はパソコンの苦労も開かないってだけでも、だいぶ変わりました。そして、えっとね、 だけど、その僕、タブレット持ってるから、その iPad mini ね。で、iPad mini のサファリは開くことがあります。安息日にも。で、それ何かっていうと、僕は本を読んでて、わからない単語があったら必ず調べます。これ大事なことです。えー、わかったような、あの、自分に対して知ったかぶりをすることほどバカなことはないんで、この、た、ね、漢字の読み方わかんないなって言ったら、あの、サファリで調べます。はい。 で、えっと、そのためだけぐらいですかね、インターネットに接続するっていうのは、それ以外のインターネットを全部遮断することになるんですね、事実上ね。そのクロームを開かないことによって。で、それがね、相当僕の精神衛星にいいっぽいぞっていうのが分かって。だから結構ね、これはね、僕の発見だったので、ちょっと喋りたいなと思いました。はい。で、あとね、あのー、暗測日絡みで言うと、 えっとね、この前のね、土曜日にね、えっ、ー、と、久しぶりに、それこそあの、テレビを見たんですよ。で、まあ、子供がいないから、い、今、今、まあ、僕のね、今の住んでる部屋、家というのは、僕の部屋があり、そして、えっ、ー、と、今があり、えー、そして、えー、子供と妻の寝室というか、がある。 っていう3部屋なんですけど、えー、とそのいわゆる LDK 部分っていうんでしょうかでその部分ってもう本当にもう幼稚園みたいになってるんですよねなんでか子供のえっ、ー、とねあの棚あおもちゃを入れた棚があってでテレビがあるんだけどそのテレビっていうのはもう E テレ最盛期になってるわけですよで本当にテレビ1秒も見ないですよね子供が、うん、まあいるし、うん、で1秒もテレビ多く見なくなって 子供できてからで,でも子供がいない時に録画しておいたやつを撮りためておいたやつのいくつかを見るってことは時々してるでその時に見るのは大体だから水曜日のダウンタウンとか「あ探偵ナイトスクープ」とか大体決まってくるんですけどあとはなんかこう「あなんか滑らない話がやってる」とかで滑らない話撮ってたらそれ見るとかあとまあショーレース関係ですよね。 この前だと R1 とかね。で、それで、えっとね、見たのが、この前、あのー、ね、検索ちゃんっていう、えっと、年末毎年やってる、その爆笑問題が司会をしているネタ番組があってね。で、まあ年末のネタ番組の中では、僕は結構こう、ネタ部分がちゃんとしてるし、その、やっぱ、その、 座組というかメンツもやっぱここでしか見られない感じっていうか、えー、で,であとその爆笑問題が最後にそこでちゃんとネタをやるとかもよくてあのこれもでも何年かぶりですけどああるあそういえば撮ってたわと思って見たんですよねでそれであのそれこそオードリーもネタやってたし見取り図もやってたしナイツもやってたし。 東京ゼロさんもやってたしもう,もうだから今のねもうネタのトップの人たちがやってるんですけどでもその中でちょっと僕本当にすげえなと思ったのがあのねロバートなんですよ。その検索ちゃんだから10組ぐらいネタやったと思うんですけどなんかねもうロバートがねちょっと図抜けすぎてて。 他何も覚えてないぐらい面白かったんですよね。いや、もうちょっと、ロバート、ケモンだなっていうか、なんかね、だから、その、オードリークラスとか、ね、そういう、ゼロクラスとかももうすでに売れてて、ね、もう劇場でも客呼べるし、まあまあもう敵なしみたいな、ね、そういう盤石な、 手だれの人たちがああいうネタ番組でやるネタってあそこでおろすネタっていうのはほとんどなくてありもののネタをちょっとか、ね、加工してやったりとかするんです。でそうするとまあどうしたってまあねそのちょっと縮小再生産といって い、まあまあ、いつつもものの踊りだねとかねいつもの03だねねととかで、それは求められていることそのものでもあるから、それが正解なんですよ。そこでなんか賞レースぐらいのトーンでやっても身が持たないし、ね。そしてまた視聴者ももうちょっと安心してみたい。こう、賞レースのヒリヒリ感とか別に味わいたくないし、年末のダラッとした時間にね。なんだけど、そのロバートだけが、もうこれ でキングオブコントでやったら優勝なんちゃうっていうような僕が見たことないネタしてたんですよね多分まあロバートはそこはライブとかでは下ろしてるのかもしれないけどなんかちょっともうこの人たちもう物が違う感じっていうか字型が違う感じっていうかそう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 なんかそのなんかあるじゃないですかその プロ野球とかでさ、そのメジャーの一戦級で活躍してる、ね、外人が、外国人打者が来た時に、もうさ、な何、その内角高めの、もう絶対詰まって、ショー、ね、詰まった当たりで、あのー、にる、ね、ショえっ、ー、と、せ、内野フライ、ね、セカンドの人が取るぐらいの当たり。 が、なんか伸びて、ホームランになる時ってあるじゃないですか <laughs>。でも、この人たち、物が違うなら、みたいなのは思う時ってあるじゃないですか。あの感じなんですよ。もう、もう、字型が違いすぎて、この、何、場で、このネタ持ってきて、しかも、この人たち、まだ面白くなるのみたいなのもあるわけ。で、ナイツとかさ、 あのね、ゼロさんとかって、もう、もう確立してて、安心して見られるっていうか、いつものナイツ、ね、いつものゼロさんそしてちゃんと面白い、いつものところで笑えるみたいなのがあるんだけど、ロバートのあの、検索ちゃんの時のネタって、もう、いや、なんからもうまだ、そのフリーザの第三形態で終わりだと思ってたのに、まだあったんすかみたいな。 本当に、いや、この人たちどこまで、そこが見えねえってやつですよ、だから。そう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 ,そう。ちょっと圧巻だったな、あれは。本当に面白かった。あの、イーダっていうネタなんですけど。ちょ、いや、だからもう、秋山はもう、本当に化け物ですね。 でなんかその、お笑い芸人が、なんかこの人はほんと凄す,すぎるみたいなので、結構やっぱ秋山毎回出るんですけど、その、結構ね、秋山とザコシがやっぱ出るんですよ、毎回。で、ちょっともうそこが見えねえっていうか、もう物が違うっていうか、ちょっと波の人が、 見るともう繊維喪失する感じっていうか、もうあれ見て芸人辞める人もいるんじゃねえかなぐらいすごかったな。だからもうあ秋山ってもうだからトゥトゥトゥサークルの時代からもうもうずっと面白いんだけど、普通のというか、ね。あのトゥトゥトゥサークルをずっとやってていいんですよ、本当は。でもちゃんともう売れちゃってるし、<laughs> だけど、そっから多分もう彼、3段階ぐらいギア上げてきてるんですよね。で、何,何ギアまで、何足まであんのみたいな。7足ぐらいまであるじゃないですか、彼。<laughs> なんかちょっとやばかったな、あれは。ちょっとね、あの、検索ちゃんの、その、イーダっていうネタ、ロバートの、ちょっと見れる方はぜひ見てほしいんですけど、やばかったな、あれは。ちょっと本当に、 すごいもん見ちゃったっていうか、あれでした。あの、やっぱ秋山すげえなっていうことですね。あの人ちょっと化け物だわ。うん、で、それで言うと、あともう一個が、あの、<coughs> すいませんあの、鼻水が。それで言うとね、あの、<coughs> あの、吉本の伝説の一日っていう、その110周年記念で、ナンバーグランド花月で、あのー、イベントが3日連続だからあって、で、それの1日目の鳥が確かアカシアさんまが、そして、えっ、ー、と、ナイナイが出てる、中在さんっていう、まあ、新規劇の有名な古典的なネタがあって、それが1日目。 の鳥だったらしいです。で、二日目が、えっと、ダウンタウンが本当に何十年かぶりに漫才をしたっていうのがあって、それもネットニュースにもなってましたけど、なんだっけ、あの、クイズのネタだったかな。まあ、ダウンタウンのいくつかあるに有名なネタの、まあ、現代版みたいなのをやったらしいんですよね。で、もその時の話を、あの、もう、なんか僕、芸人のラジオいっぱい聞いてるじゃないですか。もう、全員がしてるんですよね。で、もうなんかね、あの、舞台袖、 だからなんか芸人の中でなんか袖で多くの芸人が見てるネタっていうのはやっぱなんか尊敬される傾向にあるんだって。まあそれはわかるじゃないですか。なんていうかな。この業界内視聴率が高いじゃないけど。まあお客さん側ね、ワーキャーで集まってる人が大、ね、大して面白くないけどって言っちゃったらあれだけど、なんかこのフレーズを言って、キャーみたいな。 そういうなんか拍手安い拍手たたきじゃなくてもう芸人がうもうあいつらのそのネタってちょっと他で見れないからちょっと今後のために見とくわみたいな感じで舞台袖に芸人たちが集まる芸人って一番かっこいいんですよねそれでいうともうすごかったらしいんですよそのダウンタウンのその伝説の一日の時の袖 何ランドヶ月のか、そうだよな、ね。もう全世代の芸人がそこに集結してて、千鳥が見てたりとか、ね。で、何回キャンディーズも山ちゃんもそこでの、それを証言してたし、でも、まあ、とにかくもう,もう全世代がそこに集まってて、で、もうこの瞬間を目に焼き付けておこうって、みたいなことを言ってて、 で、なんかそれが、いや、見てえなーと思うんだけど、なんかね、配信で2400円でオンラインチケット買おうかな、買うまいかなーって悩んでるうちに配信期間終わっちゃって見れなかったの。見れなかったなーっていう話。<laughs> で、見れなかったんだけど、なんかわかんないな見た人いたら教えてほしいんだけど、多分まあ、だからその神話込みっていうか、その、やっぱそういう胸圧っていうかさ、だからなんか、 えーっと、何て言うのかな。例えばじゃあ今さ、その、SMAP の5人がさ、集まってさ、ね、なんかどっかのライブ会場で、じゃあ歌ったとしましょうよ。で、それ配信チケットを売ったとしましょうよ。 もうバカ売れる、バカクソ売れるでしょうね。ちょっと初の100万とか売れるかもしれないですよ。下手したら。で、えっと、そういう話に近いんですよ。ダ,ダウンダウンの漫才。で、すごい配信チケット売れたらしね、実際。で、だけど、まあ、僕はちょっと見送っちゃって、<laughs> ギリ見送っちゃって。で、もうなんか、それで言うとなんか僕は、あのー、そのさっきのロバートの話じゃないけど、僕はやっぱね、 爆笑問題って実はなんかあんまり言及されないけど、実はダウンタウン以上にすごいところってあるなと思ってて、爆笑問題ってもうずっと新ネタを毎年作り続けてるんですよね。で、あのクラスでそんなことしてる人って逆に言えば誰もいないんですよ。ね、クリームシチューにしても。 まあ,彼らはまあトークライブぐらいはやってるけどネタを新しいネタを下ろし続けてる人ってまあダウンタウンなんて全然やってないし多分いないっすよね今のお笑いのあれで。まあ、うっちゃんとかはクリエイティブに色々やって てるけどでも、その、うっちゃんなんちゃんとしてやってるわけじゃないから、からそれコンビでちゃんと新ネタをあの時代、あの世代で作ってるのって多分爆笑問題だけで、だからラジオとか聞いても、いつも稽古の話してるんですよね。そんなベテランいないんですよね。やっぱ爆笑問題ってもっと僕評価されるべきかなと思ってるんですけどね。っていうような話かなうん。はい、えー。ということで、ここで。 えー、ここから聖書研究に入りたいと思います。えー、タイトルはですね「主の栄光を表すのに主体性が必要」「主体性が必要」というタイトルでございます。えーとねこれが、えー、第二列王記の12章の2節これ前回の聖書研究と同じ箇所なんですけれども4年前の2017年に僕が読んだ時の、えー ねえー、デボーションのメモからちょっと分かっちゃっていきたいと思います、えー。ヨアシュは妻子エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行った。えー、メモを読んできます。悪女当たるや暗殺を企て成功させヨアシュを王うとしたキングメーカーの妻子エホヤダはヨアシュの叔父だった。ヨアシュは妻子エホヤダの貢献のもとにのい 公権、えー、のもとにのみおいて、えー、正しいことを行い、妻子エホヤダがいなくなると悪を行った。第二歴代史24章によれば、これ平行記事ですね。第二歴代史24章によれば、ヨアシは妻子エホヤダの死後、偶像を再建し、他の預言者たちにそそのかされて、エホヤダの子、子供を殺しさえした。結果、彼はその復讐として暗殺された。 ヨアシは7歳で王位についたため、まあ実際には12歳なんだけど、まあ7歳から王位についたんですね。で、えっと、そのため主体性が育つ前に王となり、エホヤダの傀儡的な役割しか果たすことができなかった。ヨアシを責めるのは国という感じもする。 しかし彼の治世は40年とあるから責任能力が備わった後半においても周囲の意見に同調することしかできない弱い指導者にしかなれなかったことは残念である。結局彼は周囲の政治的な力学に翻弄され風に揺れる足のように歴史に影響を与えることなく影響を受け続けて受動的に治世をえ終えた。 一つの原則が導き出される。受動的に周囲の環境に振り回され続ける人生を選ぶとき、人生全体の収支計算はマイナスになるということだ。弱ュは結局主の栄光を表せなかった。たまたま周囲に良い人物がいるときは良いが、人生というのは悪い人々に囲まれることもあるし、困難,が連続の,え困難の連続が人生である。 主体性なき生き方をして主の栄光を表せるとは思わない方が良い日和見主義者と大衆迎合者は主の見心を行うこととは無縁だという僕のメモになりますなんかこうヨアシュってそのね7歳でね王に されてというか、まあ、政治的なね、事情に翻弄されて、まあ、何度も言ってるけど、あの、ね、坂本隆一が音楽を手掛けたラストエンペラーっていうね、真のね、最後の皇帝ってあれ、ね、子供の時に王様になってっていう話ですけど、<laughs> まあ、ああいう人なんですよね、ヨアシュってね。で、その彼が、なんていうか、こう、傀儡のね、その長老が生きてる間は正しいことを行ったけど、死んだ時に道を誤ったっていうのは、なんかこう、歴史に翻弄された、ね、あの、かわいそうな人っていうふうにも見えるんだけど、でもその40年あるわけですから、えっと、 だから52歳で体感し、あ、ごめんなさい、12歳で体感して、で、知性世40年だから52歳まで統治してるわけだから、やっぱこう30歳だった時もあるわけで。で、その時に、エホヤダからしっかり学んで、そして自分の中の主体性みたいなのをちゃんと備えることができてたら、エホヤダが死んだ後も、この時にエホヤダだったらどう考えるかなっていうような形で、なんか周りの、そのね、悪い予言者たちに、 こう取り込まれて利用されるみたいなこともなかったんじゃないかなっていうことも考えれるんですよね。でそうするときにやっぱりこうそしてやっぱその日本人はっていうのは乱暴かもしれないけど割とその比率で言うとこれ統計的にもそうだけどその自己決定みたいなものよりも 人に庇護されて人に決めてもらって人に守ってもらうっていうことに心地よさを覚える人が日本人って他の欧米諸国よりも多いんですよ。であの欧米諸国の人の方がアンケートを取るとその「庇護はされされなくてもいいからその代わり自己決定させてくれるかさせてくれ」っていう人が多くて日本人の場合は自己決定はちょっと重いと。 ね、人に決めてもらって人に守ってもらった方が気が楽だっていう人が多いらしいんですよで。なんとなくわかるじゃないですか。でもその生き方で実は主の御心を表せると思ってると多分ええ弱しと同じように表せないことになるよっていうのが多分歴史が教える教訓で、まあ、このあたり結構大事なことなのかなというふうにも思いますね。はい じゃあ主体性ってどうやって育てていくのっていうのはまあこれはもう一口には言えないんだけどやっぱ僕はそのためにこそ我々は勉強するんじゃないかなと思いますよ。うん、そう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 勉強ってそういうためにもするんだと思うんですよね。で主体性って少なくとも批判的思考力って言って自分を外側から見ることがで,できなければ主体性って発揮できないんで。 だからそうしないと、でもそれをちゃんと磨いていかないと、日和未主義者になり、大衆芸業者になり、そして結局は主の御心を損なうことになるっていうことになるんで、やっぱクリスチャンっていうのは主体性を磨いていくことが必要だし、そのためには批判的思考力を磨くことが必要だし、そのためにはやっぱり勉強するっていうのはすごく必要なことな気がしますね。はい。 はい。ということで、主の栄光を表すのに主体性が必要という形で、ちょっと短めですけども、今日はお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。